内のチャフィーズトラベルチャンネルはパブリックレッド赤坂をご紹介します。11時から夜の3時まで営業しているガストロパブ&スポーツバー。ランチタイムはお手頃なメニューが揃います。最寄り駅は赤坂、赤坂見附。印象的なスタイリッシュな店内、入店していきます。カウンター、テーブル、個室など計160席。階段の上はソファー席。こちらを利用します。スポーツバーとしても人気のようです。ランチメニューを見ていきます。ステーキを単品とウィークエンドフルコンボでオーダー。ステーキソースはこちらから。デザートは生搾りモンブランが提供されるようです。ハッピーアワーやスペシャルプライスメニューも良さそう。グランドメニューを見ておきましょう。ガストロパブ&スポーツバーだからドリンク類が豊富です。アルコール類が続きます。こちらはワイン。フード類も充実。ドリンクはアイスコーヒーをチョイス。スポーツバーですがスクリーンが見当たりません。動画の最後にそのスクリーンをご紹介します。サラダから提供されます。ルッコラなどの濃いグリーンのサラダ。次はライスとステーキが提供されます。ライスはコシヒカリ。US リブアイロールのステーキ。200g のステーキだから迫力があります。一番人気なのもうなずけます。鉄板で提供される熱々のステーキをいただきます。リブアイロールは脂肪の少ない赤身肉。上質なアメリカンビーフ。レモンガーリックソースはニンニクたっぷりだけどさっぱりと食べられます。ガーリックチップが香ります。淡路玉ねぎソースは旨味と甘みがあふれます。コスパも満足度も高いステーキでした。コシヒカリのライスはこだわりの美味しさ。最後にデザートが提供されます。
煎でクリームを絞って提供される生絞りモンブラン。アイスと生クリームとマロンクリームの濃厚な美味しさ。最後にスタッフの方がスクリーンを見せてくれました。エキサイティングに日本代表戦などが観戦できるスポーツバーになるそうです。今回のチャフトラはパブリックレッド赤坂をご紹介しました。いつもいいねとコメントありがとうございます。ベルマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いします。